か明るくていい感じ。自撮りしよう。した。自然光最高だね。今日は暑いですね。ね、まだ誕生日のままだね。嬉しいけど。誕生日おめでとうがいっぱい来る。ありがとう。なんか本当に光がいい感じ。今日はこの後稽古なんですけど、まだ時間があるのでショールームしてみました。やばい、窓閉めたら暑いな。何の稽古？ザ・ショータイムっていう、10月23日から始まるミュージカルの稽古が始まってるんですけど、楽しみだ、本番も。今日から二次選考の申し込み開始。お、今日からなのか。そう、なんか一時の先行販売がすごい好評だったらしくて、落選の方がたくさん出ちゃったんですけど、緊急事態宣言が明けたので席が追加になるということで二次選考をやるみたいなので、みんな当てて。暑い、冷房つけたい。あ、メール来た、だってよかった。日差しきつい。そうだよね。でもチャリ漕いできたよ私は。散歩？自転車で散歩してきた。なんか外でテラス席のあるカフェに行こうと思って本とか持って行ったら、もう行列で、でもうテラス席も開く気配ないし、あ、みんな考えること同じなんだなと思って諦めてやめました。セブンで買ってお家で飲んだ。でも汗かきますよね、自転車乗ってる時はね。結構ね気持ちいい風でね、けど止まった途端汗がすごい。ショッピングモールも人すごかった。いやー、今日はもうどこ行っても人すごそうだね。私はでもお笑いの日を見てましたよ。今もつけてるけど録画した。海沿いサイクリング憧れる。そんなの憧れる。いいな。
でも海沿いに住んでたらチャリとか錆びるっていうよね。いいなー、いいね、いいね。冷房つけようかな、窓閉めたら暑い。つけちゃおうっと。はあ、お腹いっぱいだ。いいね、青空嬉しい。洗濯も乾きそう。すぐにヒートテック着てますよ。嘘、暑そう。マジ昨日は着ても良さそうだったけど、マジか。お昼何食べたの？ナポリタン食べました。本当はその自転車で行った先で行きたかったパスタ屋さんがあったんだけど、それもめっちゃ行列で、諦めて、あの行列じゃないパスタ屋さんに入ってなんだっけ、ナポリタン食べた。美味しかったです。超長いっぱい。本当はお家で作ろうと思ったんだけど、そのカフェに行けなかったのが悔しくて。北海道では暖房をつけてるよ。嘘、マジか。でも沖縄はまだ暑いんだもんね。だってランディが言ってたけど、頑張れば12月まで海入れるって言ってた。すごくない？沖縄と北海道本当に全然違う。確かに頑張りすぎかもね頑張ればって言ってたから、頑張んなかったらどれくらいなんだろう今12度くらい。嘘、私の場所、おお、26度ある今。なんかすごいさ、色がいい。フィルター何ですか？なんか白くない？まあ、白いか、光が当たって、いいいい感じ。あ、服も壁も白いからか。すごい自然光が一番いいよね、やっぱり。いや、お腹いっぱいだよ。外30度超え、嘘、そんな暑かったのか。まあそれ暑いよね。あ、カレンちゃんとの TikTok 可愛かったよ。嬉しい、見てくれたんですか？見てください、あの AKB の公式の方に、方っていうかそれしかないんだけど上がってて、成功到底初披露した日、この前のライブの時にカレンちゃんと撮ったので見てください。カレンちゃんも TikTok 自分のアカウント持ってなくて、私も持ってないから、二人ともね本当に分かんなくて、分かんない二人が集まっちゃって撮ったけど、何回も撮り直してやった。やっぱ普段から TikTok 見てるメンバーはどうやったらいいかとか分かってるけど、分からなすぎた。なんかでもその日結構いろいろ撮ったから、全員でとかでも撮ったので楽しみにしててください。
10月2日、誕生日から1、2、3、3日ぐらいだったけど、まだ誕生日モードなんだね。でも可愛いから嬉しい。東のメンバー同士だとどっちが西とかあるのかな。ないないです。東は東って決まってる。東のメンバーが西の振りやることないし、西のメンバーが東の振りやることもないらしい。斬新だよね。お話し会どんな服着ますかね。でも生誕 T シャツどっかで着たいなって思った。だから来週だから9、10か9で着ようかな。マリアのスーツ姿みたい。え、私もスーツ持ってるんですよ。短大だった時に結構着てて、でこの前実家帰った時に久しぶりにズボンだけ履いてみたら緩くなってて嬉しかった。なんか何年前だ今24。え、3、4年前ってことかな。短大生とかん2年、んもう3、4年前ってことだから3、4年ぶりに着たのかな、スーツを。誰に見せるわけでもなく、ただただ自分で 着てみたっていうだけなんだけど、もう着ることないかもしれないし、もったいないなと思って、あ、そういえばサイズどうなんだろうと思って着てみた。スカートもあったけど、ズボン履くのに憧れてて、冬はズボン履いてたよ。今着てみて。今ない、実家なんで。スーツとはまた別なんですけど、その、ザ・ショータイムもうタキシード来ました、撮影で。ちょっとね、まあそれはまずは皆さんの反応を見たいけど、自分的には、あ、何着か来たんですよ、撮影で衣装を。もう一つの方はすごい着れて嬉しかったし、まあ、恥ずかしかったんだけど、そのなんかタキシードもすごい恥ずかしくて、なかなかそういう格好することないじゃないですか、意外に。 AKB いたらなんかそういうのもありそうだけど、意外になくて、ズボンっていうか、そういうスーツみたいな、タキシードみたいな衣装あんま着たことなくて、かっこいい系の。だからめちゃくちゃ恥ずかしくなっちゃって、汗止まんなくてね、あのメイクさんにずっと扇風機当ててもらって、本当に恥ずかしかったけど、楽しみにしててください。でもこれ言ってよかったのか分かんないから、ちょっと言わないでおいてくださいね。恥ずかしくて汗止まんない。何汗だったんだろう、あれ冷や汗なんか分かんないけど、汗が止まんなくてね、もう恥ずかしかったのか、涙も出そうだった、ちょっと。わかんない、似合わない、うん、わかんない、照れちゃった、そうだね、照れちゃったなと思う、勝手に自分で。まあでも楽しみにしててください。
でも結構自分的にはお気に入りの写真とかもあるので、早く公開されてほしい、早く見てほしい。成功堂って全部マリアの声に聞こえる。それはないそれはさすがにないけど、結構自分の声も聞こえるなって嬉しくなりました。うん、マリアだけで撮ってほしい。え、まだないのかな、このカラオケに。でもハモルーマーの曲、11月の楽しみなことも待ち遠しいだって。優しい。私がね、勝手に楽しみにしてるから、皆さんはそれを楽しみにしてくれるかわかんないけど、4月ぐらいからその私お話しいただいてて、4月から半年ぐらいずっと楽しみにしてるの楽しみっていうか、楽しみ、なんか、遊び行くの楽しみ、ワクワクみたいな方の楽しみじゃなくて、やってみたかったから頑張るぞっていう方の楽しみです。だから私が初めて舞台で主演したキャスケットっていう、いつも出させてもらってる五反田タイガーさんの舞台が11月にあるんだけど、それも出れなくて、いつもお話いただいてるんだけど、初めてぐらいに出れなくて、それがあったので、なんかすごい思い出の作品なんですけど、そのキャスケットも初めての主演だったので、だからまあそれが再演されるってことで、それに出れないのは残念だけど、私も私で頑張りたいことができたので、そっちを楽しみ。なんかすごいさ、アホ毛みたいな、イエベですか？絶対イエベだと思う。絶対に、その調べてもらったこととかもないし、自分で調べたこともないけど、絶対にイエベだと思うなんか、なんていうの、そのブルベと言われる人たちが似合う色は似合わない気がするから、メイクとかも自分ではあんま使わないかな。持つものも茶色とかそういう方が合うし、絶対指だと思ってたらブルベだった。え、そんなこともあんのか。なんかでも、なんかスタイリストさん、自分で私服を選ばなきゃいけない時があって、で結構自分的にはよく写りたい写真だったから、前にお世話になったすごいスタイリストさんに、どういう服がいいですかねって言ったら、マリアちゃんはイエベさんだからって言われて、あ、イエベなんだってそこで思った。
でも私もあんま分かんないんだよね、そのイエベだから何、ブルベだから何みたいな詳しくは分かんないけど、多分イエベだからリップとかもピンクとかよりもテラコッタとかアイシャドウもなんか青とかよりは茶色系みたいなことなんすかね。分かんないけど、唇真ん中赤い？やっぱ気づいた？なんかさ、定期的にあるんだよね、真ん中が荒れちゃうとき、真ん中と口角が荒れちゃうとき、なんか野菜とかフルーツとか食べるとなったりする。あとは食生活とか寝不足のときもなったりするけど、これは多分なんだろう、今回はたまになるんだよね。あんま痛くない時とめっちゃ痛い時がある。めっちゃ痛い時はあのビタミンを飲んだりするけど、たまにっていうかしょっちゅうかな。口角炎とか一時期すごいなった時があって、腫れてないんだけどね、荒れてるわけでもない。何なんだろうね、やっぱ気づく。だからリップあんま塗らないようにしてて、マスクだからあんま塗らなくていいんだけど、あ、そうリップのなんかお仕事で一日中色つくリップ塗ってましたって時とかはすごい荒れちゃったりする。でももともと乾燥しやすいからリップを手放せないんですよ。今も近くに2つあって、しかもめちゃめちゃ高保湿のやつをほんと手放せなくて、ちょっとでも乾燥するとなんか発作じゃないけど、なんかねいても立ってもいられなくなるから、欠かせないんだけど私にとってリップは。この前メイクさんに唇が綺麗って、あの縦じわがないって褒められました。めちゃくちゃ恥ずかしくなっちゃったけど、でも手放せらんない、んリップ手放さなかった甲斐があったなって思った。すごい褒められた。乾燥肌なんかな。これハンドクリームも割と手放せないです。保湿系はねずっと持ってなきゃそわそわしちゃう。確かに誕生日になる瞬間もリップ塗ってたね。これから乾燥する季節だから気をつけないと。うん、気をつけて。乾燥一番ダメ。女子力高い。女子力っていうか自己防衛っていうのかな。自分をひたすら守ってるだけ。今日何時に寝るの？何時？昨日すごい遅くなっちゃったんだよね。めっちゃ遅くなっちゃったんだよ昨日寝るの。もうね、早く寝れるようになりたい。今日もでも帰ってくるの遅くなりそうだから結局遅くなっちゃう。日が当たってる。当たった。なんか眠くなるこの天気。
昼寝したいね。でももったいない気もしちゃうんだよね、このなんかいい天気の時にゴロゴロしちゃうと。3時か。あと30分ぐらいやろっかな。お昼ご飯で早速生ビール飲んできました。いい天気で気持ちいい。そうだよね、なんかさ、宣言明けた2日目か、2日目で土曜日で超天気いいじゃないですか。だから私さっきお昼でパスタ食べたって言ったけど、そのお店イタリアンのお店だから、なんか周りの人みんなビールとか飲んでた昼から。でなんか動画撮ってて、久しぶりでもう感動してますみたいな、なんかコメント言ってる人いた。あれ、あの動画は何だろう、どこに載せるんだろうって思った。すごいなんか活気であふれてたパスタ屋さんが。私はルイボスティーにした。くしゃみ出そう。あとなんか何、お母さんたちの集いみたいのもやってたりとかして、すごいなんか賑やかな店内で一人でポツンとナポリタン食べてて、ちょっと寂しかった。でもテレビがあって王様のブランチやってたから、私はそれを見ながら食べてたけど、テレビがあるところ好き。なんかテレビがあるお店ってなんとなく懐かしい気持ちになりませんか。好き、一人でも入れるし。マリア一人様行けるんだね。え、全然行きます。一人ランチとか結構する。一人で夜ご飯はあんまりないけど、夜はお家とかやけど、ランチとかカフェは一人でいろんなとこ行きたい派。一人映画余裕。うん、映画は一人がいいって思っちゃう。なんか一人で見て、帰り道も一人でいろいろ、あれはああだったのかなとか、あそこは良かったなとか、一人でなんか感想を整理する時間が好き。誰かと行くと見終わった時に、あそこ面白かったねとかの話になるけど、それもいいけど、なんかすぐちょっと余韻に浸りたいタイプなのかも、映画見終わった後とか。映画の後は一人で歩いて帰るべき。え、めちゃくちゃわかる。超わかる。わかるわかる。なんか映画館出てからお家に着くまでの道も、なんだろう、映画見た後って最高の時間になりませんか。なんかなんだろうね、なんかなんだろう、なんか違うって感じちゃう、いろいろ。なんだろうね、すごいよね。だから余韻がすごい、次の日とかまで余韻残る映画ありません？何日も。
直撃で寒い。あ、やばいやばい、太陽が雲に隠れてきた。それと同時に私も漏れなくなる。いや、光くださいよ。線香に敏感すぎる、うん、本当にそうだよ。光、太陽に敏感。朝起きてか、なんかこう寝てたら、私ここに、うん、なんていうんだ、こうやって寝てたらここに窓があるから、寝ながらカーテンシャッて開けれるんですよ。でその時に見えた空の色で朝すぐ布団から起きるか、ちょっともう諦めて布団にいるか決まる。青が見えたらもう最高と思ってすぐ布団出るけど、曇ってたらもう最悪って思って携帯いじっちゃう。窓ガラスに青いフィルム貼ろう。あ、青空ってこと？雪の日はどうなる？雪の日ってどうなんだろう。雪って降ったっけ最近？最近じゃないけど、でも雪の日も外超明るくなるよね、真っ白で。でも雪の中歩くのはちょっとやだ。長靴買おうかなって思うんだよね。消そう。あ、ここ当たる。お笑い見てますか？うん、気をつけてるけど音消してて録画してます。キングオブコントめっちゃ楽しい。寝ながらカーテン開けれるのいいよね。わかる。いい。まだキンモクセイ咲いてるかな。もう咲いてないよね。一瞬なんだね、本当にキンモクセイが咲く時期。1週間、え、短い。1週間か。あ、これ
っちのが当たるかも。あ、かなり出てきた。ここだ。あ、あ、あ、すごいすごい、逆に眩しい。え、すごいんだけど、眩しい。すごい。あ、すごい。すごいしか言ってない。え、冷房消したのに、冷房消した瞬間暑くなっちゃった。一応日焼け止めは塗ってる。なんかこういう日は、こういう日っていうか普通の日、表に出ない日っていうの、その稽古とかリハとかそういう時は、でメイクする時はファンデーションじゃなくて日焼け止めだけにしてます。だから今日は日焼け止めだけ塗って、その上からパフパフやったから、一応日焼け止めは塗ってる、まあ、強くはないかもしれないけど。ちょっと光ってるよね、なんか光沢っていうの、なんていうの、あ、あ、太陽消えた。ね、ハイライトっぽくなるよね。でもなんか結構ツヤでちっちゃーく、ほんとちっちゃーくキラキラみたいについてるように見える日焼け止め、顔用のだからかな、ツヤツヤしちゃってんのは。また来た。緑茶、多いお茶です。いつもは麦茶だけど、麦茶売ってなくて緑茶にした。あ、でもこの自然光めっちゃ太陽あるうちに自撮りしようと。あ、やばい、下のパジャマか。さっきも自撮りしたけどね、貯めておく。え、隠れた太陽。なんだよ。下スカート履いてたんだけど、お家に戻ってきたのでパジャマに塗った。下はね、もう24分、いや15分か、あと15分ぐらい。入ってるかな、成功到底カラオケに。探してみるね。入ってないか、まだ成功。あ、成功、あ、まだないね。ないです、ないでした。じゃあ何曲か歌おう。
じゃあリクエストお待ちします。ね、ランランランとか入れてほしいよね。オンリートデイとか好きな曲が結構入ってなかったりするんだよね。スコールも入ってなかった気がする。記憶のジレンマも入ってなかった気がする。好きな曲がね入ってないんですよ。うん、ああ涙涙。待ってね、あるかな。これ。うん。パナマ運河、パナマ運河っていう曲があるんだ。知ってますか？パナマって言われたらもうバイキングさんのネタしか頭に浮かんでこないんだけど、どこよのやつ。パナマ運河、パナマ、そう、じゃあこれにしようかな。
私が彼に振られた時、ピスタチオをずっと食べながら、おお涙が乾くまで聞いてくれて楽になったよ。悲しみの雨は順番に誰かの真上から降り始め、おお心配した人が迎えに来るよ。一人じゃないんだ、最初に帰ろう。いつもと変わらないバカ話して、そのうち雨も上がる。とことん付き合うよ。落ち込んだ夜には私に優しい言葉かけるより、あなたのそばにいること。ああ。誰かがそばにいるといい。心の端のソファーに次は、なんかさ、あ、ないんだ。あ、間違えちゃった。え、どうしようどうしよう、なんかありますか？厚い雲が広がってきちゃってる。あ、いいね。 B の曲にしよう。あれ、どうしたんだっけ、曲選ぶの。あ、これか。赤、さ、赤さ、
わ、久しぶりだ。すごい可愛い。はたったけど何にも起きない私たち、女の子なんか興味ないようにずっとそう思ってる。普通なら10回目のデートくらいでそろそろさりげなく近づいて、手を握ったり肩を組んだりキスだってあるなのに、友達以上になろうとしないの。気遣いなんかはいらない。遅いかかってよこんな関係って、なんかちょっと不自然でしょ。もっと愛を深め合いたい。月と言ったら月だと答えて、もっとあなたを好きになる。出会えたんだからイチャイチャとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカアクルレイ、今日こそ恋人になろうよ。幸せな恋人になろうよ、うん。知るにどこまで進んだのか、いろいろ聞かれ困るのよ。男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってた。地下鉄の帰る時もそんなにあっさりと帰るのね。見つめ合ったり肩を組んだりキスだって、あ、間違えちゃったね。例えば恋って一つのボールを二人で投げ合うものよ。私が一人で期待しててもおかしいでしょ。ちゃんと愛を受け止めなさい。好きになったら全力投球だから、あなたも剛速球で手を抜いたり手加減マイペースじゃ物足りないから、もしも二人が愛し合ってるならベタベタとくっついていよう。装飾よりもっと油っぽく、今日から恋人になりたい、本当の恋人になりたい。すごい忘れてる。好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたっていいとなんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカアクルデイ、今日こそ恋人になろうよ。幸せな恋人になろうよ。わ、すごい久しぶり。すごい忘れてた。次で最後にしようかな。好きと言ったら好きだと答えて
すごい忘れちゃった振り。やっと二人は出会えたんだから。え、すごい忘れちゃった。やばいね、怖いね、時間の流れって。じゃあ次で最後にします。AKB じゃないのとか見てみようかな。あ、でも大変なそうだな。でも歌ってみて、歌えなそうなので一番で終わろう。最後に歌える曲でやりたいな。奥には大きすぎた。店先で見たとき運命感じたのに、頭で描いたイメージと違ったね。僕たちが付き合い始めてから2年ハートのサイズも微妙に残るくらいに君の愛が強く
消した。ちょっとね、2番分かりそうな曲にした。これで最後にするね。ね、天神姫はいつかやってみたいですね。でもダンス難しそう。一回関西メンバーがやってて見てたけど、いいなって思いながら、めっちゃ難しそうって思ってた。最後これにします。アスファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちは何か始まるのかな。月なのに染み上がって、長すぎる海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に星数に以下の話をしている。横バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。二人腰掛けながら、かき氷食べて剥がし見るとか、こめかみが痛いとか、潮風に吹かれ波を見ていられたら、これもいいかな。君の一番近くにいるんだから、そんな僕の弱気に見透かして、尖らせた君の口。僕は不器用太陽、出会った時からここで燃えるだけ、じっと動けない。臆病太陽、近くに行ったら大事な君まで消えちゃいそうでダメだ。好きなのに好きだけど、好きなのに好きなんだ。
そばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極対応、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。好きだけど好きすぎて、これ以上近づけば私あのなんか青めのデニムの衣装で好きだったな。ミネルヴァの公演ほんと瀬戸利が最強でしたね。じゃあ終わりにします。ありがとう見てくれて。太陽にしたんだ。太陽を探してたから今日は。じゃあランキングを読みたいと思います。ここだけ当たってる。じゃあ、20位からにします。20位モンゴリアンプッチョー、ありがとうございます。19位スティーブ群マニア、ありがとう。18位リオンお話し会楽しみにしてる、ありがとう。来週だね。17位 YSA73、 ありがとうございます。16位コバ群マニア、キャスケと残念だけどいい報告待ってる、待っててください。みんな11月も楽しみにしててください。15位ジェリー、ありがとう。14位ジャッキー、ジャッキー。13位パピ、ありがとう。12位同胞葵、ありがとうございます。11位ゴールド888、ありがとう。10位か、10位チャー群マニア、ありがとうございます。9位、ヒーローアット群マニア、ありがとう。8位プーマ、ありがとうございます。7位いぶき、ありがとう。6位はジャン群マニア、ありがとう。5位とち太郎、5位ありがとう。4位けんけん群マニア、夕飯の献立決まりません、マリア助けて。私は今日も煮卵とサラチキと味噌汁です。味噌汁はね、ニラ玉にしたのでおすすめです。3位ゆずか、お誕生日のアルバム見た、ありがとう。後でママにも見せたいと思ってます、ありがとう。2位フット群マニア、すごい自己紹介みたいのがあるんだ、ありがとう。2位、そして1位はソウスケ群マニア、グ、ありがとう、ありがとうございます。これなんかさ、ショールームどんどん変わるね。よし、ありがとうございます。なんかいいね、昼の配信って。なんかおかげさまで昼寝せずに済みました楽しかった、ありがとう。今日は稽古なんですけど、ザ・ショータイムっていうミュージカル、今月のミュージカルの稽古なんだけど、先行の販売が今日だそうなので、当たってないよって方はぜひ当ててください。当たりますように。よし、そんな感じで、じゃあスクショしてください。スクショタイム、太陽当たってる。よいしょ。
これさ、みんなスクショしたらさ、どうするの？ずっと残しとくの？いいのだけ残して、漏れたスクショだけ。暑い暑いよ。今日はキングオブコント夜楽しみで、も私は録画で見るから、みんな結果言わないでね。じゃあね、終わります、バイバーイ。すごい、ここだけめっちゃ光。バイバイ、終わるよー。